佐久間森政は、戦国時代から安土桃山時代の武将、小田氏の家臣、ご基礎に市上主、今江上主、日だに上主、大正寺上主、金沢上主、佐久間氏の一族。関東及び通称は、現場城。有毛者から、鬼現場と称された。佐久間森継の子、佐久間安政、柴田勝政、佐久間勝幸の2位。 佐久間信盛は十おじにあたる。天文二十三年、終わり国語基礎に生まれた。身長六尺とあり、数値の審議は別として、かなりの巨漢であったことが伺える。永六十一年の観音寺城の戦いでウ人。元気元年の越前手筒山城攻め、安河原の戦い、天正元年の牧頭城の戦いなどに参加、先行を挙げた。天正三年、おじ。 柴田勝家が越前一国を与えられた際にその寄り木に敗され、柴田軍の先鋒を務めた。以後、北陸の対一向一騎戦などで際立った先行を挙げ、織田信長から感情を賜った。天正四年には、加賀一向一騎勢に奪取された大正寺城の救援に成功。天正五年、越後の上杉謙信が軟化してきた際には、信長の命令で、加賀に派遣され、 三行塚に取り出を築いて在番した。天正八年十一月、加賀一向一期の小山五房陥落により、加賀金沢城の初代の城主となり、加賀半国の支配権を与えられた。天正九年、勝家が安土城に赴いた留守を狙って、上杉影勝らが加賀に侵入し、白山城を攻め落とした。この時、救援に向かった森政が到着した時にはすでに、 落城していたが、森政はそのまま、上杉軍に挑みかかり、これを破った。また、苦戦した者の家が一向一揆を壊滅させている。この際の戦ぶりにより、鬼現場と恐れいられるようになった。天正10年6月2日の本能寺の変の際には、柴田勝家に従って、上杉法の越中松倉城を攻撃中であり、信長の没後は、柴田勝家に従った。 勝家が軍を率いて、越前に撤退し、明智光秀討伐のため上落しようとした際には、情勢を解いて監視したとされているが、この説は疑わしいとされている。天正十年六月下旬に、能登国の抜くい影らが、継承の扇動により放棄して、荒山城に登城した際、前田利家の要請に応じて救援し、これを打った、陽日としべ一。 佐久間森政秀吉を重ねふ、柴田勝家は清須会議後、橋場秀吉との対立を深め、天正十一年ついに両者は、大見国予後後半で退陣する。当初、両者は時給戦の構えを取っていたが、いとこで勝家の養子であったが、秀吉側に寝返っていた、柴田勝といの家臣が、密かに森政の陣に駆け込み、秀吉が大垣に赴いていて留守であることを伝えた。 これにより森政は中川清秀の取り出を吸収する作戦を勝家に提案した。当初はこれに反対した勝家であったが、森政の強い要望により妥協し、取り出を落としたらすぐ戻ることという条件付きで承諾した。森政の吸収作戦は見事に成功し、森政は清秀を大岩山で打ち取り、静ヶ岳の戦いの初戦を勝利に導いた。森政は、 この勝利を足がかりにして、戦の勝敗を決しようと、次に、橋場秀長の陣を撃つべく準備に取り掛かっていた。この後、静ヶ岳砦を守備する、桑山重春に対して、降伏して、砦を明け渡すよう命令しており、桑山は、抵抗は致さぬが、日没まで待ってほしいと返答、静ヶ岳砦の陥落も間近であった。しかし、琵琶湖を渡って、 船で上陸した庭長秀が造園として現れ、日没頃より鳥出から退去するはずだった桑山隊と放流して、攻勢に出たために、静ヶ岳砦の確保に失敗。この気を待っていた秀吉が、かねてから準備していた通り、強行軍で戦場に戻ってきた、よって森政は敵中に孤立してしまった。その後、前田利家らの部隊が撤退したため、 森政の部隊と勝家の本人の連絡が立たれた。結果的に、勝家軍は、秀吉軍に大敗し、森政は、再起を図って、加賀国に落ち延びようとした。落ち延びると上、森政は、越前府中付近の中村の山中で豪民に捕らえられた。命運の尽きたことを悟った森政は、自ら直接秀吉に対面したいので、引き渡すよう言った。 引き渡されたとき、朝の長政に鬼現場とも言われた。あなたが、なぜ破れて自害しなかったのかと苦労されたが、源の頼朝公は大馬影地下に破れたとき、木の洞に隠れて逃げ延び、後に大事を成したではないかと言い返し、周囲を唸らせたという。秀吉は森政信勇を買って、九州平定後に、日後一国を与えるので、家臣になれと強く誘った。 しかし森政は、信長や勝家から受けた大恩を忘れることはできず、秀吉の行為を感謝しながらも、生を得て、秀吉殿を見れば、私は、きっとあなたを撃ちましょう。いっそ死罪を申しつけてくださいと願った。秀吉は森政の説得を諦め、その心情を称賛して、せめて武士の名誉である切腹を命じたが、森政は、 敗軍の将として処刑されることを望んだ。そのため、秀吉に願わくば、車に乗せ、縄目を受けている様を上下の者に見物させ、一条の辻寄り下行へ引き回されればありがたい。そうなれば、秀吉殿の意向も天下に響き渡りましょうと述べた。秀吉はその願いを聞き届けて、森政に小袖二重を送るが、森政は、門柄とた手がきに入らず、 死に衣装は、戦場での大差し物のように、思い切り目立った方がいい。あれこそ森正ぞと言われて死にたいと大門を染め抜いた、紅色の土寺に裏は勾配をあしらった小袖を所望し、秀吉は、最後まで、武変の心を忘れぬものよ。よしよしと語って希望通りの真こそで二組を与えた。森正は秀吉により警視中を車に乗せられて、引き回されたが、その際に、 年は三十、生に聞こえたる鬼現場を見んと、気線上下馬車道に横たわり、男女ち股に立ち並びこれを見る。森政にらみ回し行くとある。その後、宇治、牧島に連行されて、道地で斬首された。去年三十。秀吉は、森政の武編を最後まで惜しみ、せめて武士らしく切腹させようと連行中に密かに、担当を渡す手配もしたが、 森正は拒否して商用都市に臨んだという。時生は、世の中を周りも果てぬお車は、たくの門を言いずるなりいけるである。お用神社処刑後、その首は、三河国吉良に、道は、薪等に埋葬されたと伝わる。森正には、虎姫という娘がいたが、義弟の新城直よりの幼女となり、後に秀吉の命により、中川清秀の次男秀重に嫁ぎ、 文豪岡藩主の奥方となった。その縁で森政の菩提寺は、大分県武田市の英雄寺である。秀重は、虎姫の死後、その悲願を組んで、つ豆の内岐に森政の家を復興させようと、佐久間勝幸の娘と沿わせたが、中川家の事情や二人の間に子もできずにいたので、離縁。内岐は、中川家に帰る。勝幸の娘は、その後、岡藩、 過労職の一つ熊田家の熊田東介と再婚した。その子が佐久間生を継ぎ、現在その子孫が大分県に現存する。文豪、岡部の虎姫の悲願は叶わなかったが、その後にもリマサの名跡を継いだ家が、尾張徳川家の家臣として存在している。虎姫の母堅いとこにあたる奥山重成の子。 佐久間茂行が初代で、茂行、茂之を、茂勝、茂方、茂豊、正茂と,と続いたという。二代目の茂之は、上州安中、坂本領書奉行を務めた。その背景には、京都書次第、板倉茂宗と信濃のの長沼藩主、佐久間勝行、上州安中藩主、水野元綱などの力添えがあったようである。正茂の代には、 佐久間聖より本性である三浦に戻しているが、その代で耐えたと言われている。別に、茂之のこの一人と思われる家が、では国心城藩士として、江戸期に存在して、現在に至っている。この家から後に、第41代の総理である、小磯邦明が出ている。後世、終わり武人物語で、終わりが生んだ、猛将猛卒のうち、強い武将をもってその人を求めるなら、 佐久間森正ごときは、その随一に押されるべき人である。と評価される。ありがとうございます。